ザリーナ・マルファ・アプラクシーナ、ピョートル大帝のギシーバン4世の若い妻の一人。ニコライ・ネブレフによる、絵画19世紀、ザリナ、またはザリーツァ、は、ブルガリア、セルビア、ロシアの女性の先生君主、またはザーリの妻の称号である。英語の綴りは、ドイツ語のザーリン、またはザリンに由来し、フランス語ではザリン、ザリン、スペイン語と、 イタリア語では、ザーリーナ、ザリーナとなる。また、ザレブナは、ザーリの娘である。ザーリーナ、または、シリツェは、以下の国で女性の最高位の統治者の称号だった。1721年から、ロシアの男女の君主の正式な称号が、それぞれ皇帝と女帝、または、皇后となった。正式な最初のザリーナは、ピョートル一世の最初のヒエブドキア・ロプーヒナ。 最後のロシア皇后はニコライニセイの皇后、アレクサンドラ・フヨードロブナだった。エブドキア・ロプーヒナは1698年に修道院に送られ、1731年に亡くなった。1712年にピョートル・一世は教会でエカチェリーナと結婚した。ロシア帝国は1721年に正式に宣言され、エカチェリーナは皇后になった。 ピョートル一世が死去してから、彼女は自身の権利として女帝に即位した。その後の数世紀は、ザリナという称号は、皇后や女帝に対する愛称の類として、非公式に使われた。花嫁を選ぶザーリー・アレクセイ。グリゴリー・セドーフによる、絵画法律上、ロシアのザリナは1547年から1721年まで存在した。 この期間中で最も有名なザリナはイヴァン4世の6人の妻で彼女たちは彼の敵に毒殺されたり彼によって修道院に送られ殺害または遊兵された。しかし、後の結婚は聖教会に祝福されず同性とみなされたため最初の4人のみがザリナとして退官した。また、ポーランドの貴族女性のマリナム・ニシフブナは戦勝者のニセドミトリー一世、後に ニセドミトリー2世と結婚して、ロシアのツァリナになった。多くの妻は、花嫁賞により選ばれ、その際、貧しいが顔立ちが整った数百人の貴族女性が、ロシア全土からモスクワに集められて、ツーリが最も美しい女性を選んだ。これにより、ロシアから、ヨーロッパの君主との王室の婚姻の利益が、奪われたが、外国の王女からの政治的な影響と同様に、 近親後輩から守られた。この初期の時代における、チャーリの唯一の外国人の妻は、正教会に改修したチェルケスの王女、マリア・テムリコブナだった。初めてツァールの称号を使った、ブルガリアの統治者は、皇帝シメオン一世であり、彼の配偶者は、ザリナの称号を使った。ザリナの称号は、その後の統治者の配偶者により、1018年に第一次、 ブルガリア帝国が終わるまで使われた。最後に使った皇后は、イヴァン・ブラディスラフの皇后マリアだった。第二次ブルガリア帝国が1185年に建国された際に皇帝がツァールの称号を採用したため、皇后はザリナと呼ばれた。第3次ブルガリア帝国では、フェルディナントが1908年にブルガリアの独立を宣言した際にツァールの称号を採用したため、 妻のエレオノーレロイスツーケストリッツは、それまではコニグニアだったが、ザリナになった。最後のブルガリアのザリナは、チャールボーリス3世の妻、イオアンナ・サボイスカだった。シメオン2世の妻、マルガリータ・ゴメスイコールアセボイ・セフエラは時々、ザリナと呼ばれることがある。セルビアで、最初のザリナは、ブルガリアのチャールイバン・アレクサンダルの姉妹で、チャーリ・ステファン、グロシュ4世。 ルシャンの妻のヘレナだった。彼女は1346年からルシャンが急死した1355年までセルビア皇后だった。2番目にして最後のセルビアのザリナはワラキアの貴族バサラブ家出身のアンナだった。彼女は1350年代の5日にルシャンの息子ステファン・ウロシュモ世と結婚して1371年に セルビア帝国が崩壊するまで統治した。サーリーナ、オックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリー、18世紀の数人のサリナが、女帝エカチェリーナ一世、アンナ、エリザベータ、エカチェリーナ大帝を含む、ロシアの統治者になった。ありがとうございます。